車両ナンバー905954、森下赤坂向かいます。タクシー構えたきろ、タクシー、ヘイタクシー、ロッツゴースター。どうも、かまいたちの濱家です。山内です。毎度ご乗車ありがとうございます。元タクシー運転手の森下です。さあ始まりました、かまいたちのヘイタクシー。我々かまいたちが実際に車に乗り込んで東京のいろんな場所から放送しようという番組でございます。はい、今回スタジオから、久しぶりかな、暑いから外が危ないぐらい暑いからね。暑いでこれ大変。大谷翔平が30本打ったね。見た？めっちゃ飛んでたね、うん、見た。変化球でしたよ。会いたいね、ヘイタクシー出てくれないかな。なんやねん、出るか、日本海出るかって言い方もあれやけどそんなもしかして聞いてないかな。なん、バラエティ出てんの見たことないやろ大谷翔平が。ヘイタクシーならその出てくれるとかないかな、運動しなくていいから。いやないわないわ。いや、その運動しなくていいけど、そのメリットもないやろいや、俺らのことを知ってて、あ、言ってくれるなら、ないないない、ぜひぜひぜひ。ないないない、知ってはいるやろ。知らんやろそれはないわ。だってここ 3,4 年やで、俺らが東京でテレビ始めた、うん、もう日本いてなかったやろ、大谷翔平いてなかったね、多分、うん、いやいや知ってるやろ。いやいや知らんよ。で俺、僕らのメイクしてくれてる、うん、藤井ちゃんっていう子が、うん、仕事でそのドジャーススタジアムに行くと、うんうんうん、でこのこういう感じのユニフォームは持ってんねんけどみたいな言ってて、うんうん、だから目につく大谷グッズ全部買ってきて、うんうん、で全部買ってきてって言ったら、全部って言われたからほんまに何買っていいか分からなくなって、うん、現地で LINE で繋いでくれてさ、今ドジャースグッズのショップにいますみたいな、はいはいはい、どうしますって言って、こうやってバーって店内映してくれてんけど、はい、うん、あ、それもちょうだい、あ、これも、その奥のやつもちょうだい、それも、あ、あれもあれもみたいな言いすぎて、結局なんぼなったか怖いねんけど値段聞いてない。値段聞いてないんだ、うん、なんか仕事もうリハーサル始まるとかやったから、もうそれもそれも、あ、それもちょうだい、それも、あの、奥のやつも。でもなんか、嬉しかったですね。帰りが楽しみです。いいね。うん。あとやっぱ、なぎさ主演の映画、あの子は誰が公開始まりましたね。その前、さあ、そう、なぎさの映画、あの子は誰、うん、出てないやん。ええ、出てないです。やのになんか告知しまくって。ええ。中華そば夫人みたいな動きしてるけど。大丈夫ですか。ええ、出てないです。うん、だから隠しでもしかして出てんのちゃうみたいな考察が始まってましたけど、うん、余計な集中できへん考察になってるな一切出てないんで安心してください、うんうん、なんか最初 YouTube で、僕らの YouTube で、うん、渚が今度主演あるからって言って勝手に告知するみたいなしてんけど、うん、なんか俺もそのノリに乗っかっていこうとしてんけど、あまりにもお前がやってるから離れたで俺インスタのライブ配信もしましたから、公開記念ですごいね。いやでもすごいみたいですよ今。で内容もめっちゃおもろいって、うん、うん、あの評価も高くて、うんうん、あの最初の初日2日目がめちゃめちゃすごい人だったみたいで、清水監督ね、ジャパニーズホラーのねえ、うん、面白い。怖かったやろ。めっちゃ怖かったいや、あの意外に俺も映画館まで、映画館でホラーを見に行くっていうのを、うん、ジャパニーズホラー、うん、ま、清水監督じゃなくて貞子とか、うん、他の、うん、あの着信ありとかそっち系のを映画館では見てなかったの当時、うんうん、で家で見ててんけど、やっぱ映画館だとめっちゃ怖い、うん、怖いよな音が近いから、やっぱでんとか急に言うから、画面もでかいし、うん、ほんで俺はなんかその試写会で見たいってマネージャーに言ってあんまり迷惑かけんなよ、うん、その出てないのに試写会を見たい、そうそうそう、公開前にもう見ときたいって言って、うん、でなんとか調整してくれって言って、うん、ほなあの松竹の人に言って、うん、山内さんがなんかめっちゃ見たいって言ってるんで、なんとかスケジュールがしかもこの辺の時間しかないんですけど無理ですかねって言ったら、うん、松竹サイドさんが調整してくれて、うん、見に行けてんけど、朝9時半からの試写会、うんうん、それがあの松竹の社長と取締役の方たちが見る会だったらしくて
言われてたやろあの子はな。かまいたちの多くのメーターを振り切る山内とそれをハンドリングする濱家がアクセル全開で喋り倒してクラクションより大きい声、放送ギリギリのブレーキ、ハザードランプのように存在をアピールして、タクシーを絡めすぎてる。ヘイタクシー、始まる始まるヘイタクシー、始まる始まるヘイモリシー、今からかまいたちが喋るんだ、みんなが聞いたことないようなラジオを聞かせてあげようかな。さあそんなにうまくいくかどうかわからないけど志だけは高く持ってるよ。今からかまいたちが喋るんだ。さあ今回かまいたちのヘイテレフォン、はい、リスナーさんから、かまいたちに聞いてほしい話を送ってきてもらってますので、うん、生電話で聞いていきたいと思います。いいよ、まずこの方から行ってみたいと思います、はい、ちょっとこれは重いかもよ、もしかしたら。あ、そう。ラジオネームマミムメモさん、うん、現在31歳、約7年ぶりに恋愛をしようと最近会った人が詐欺師かもしれない話を聞いてほしいです。本当に人生迷子なので相談乗ってくださいと。それは聞いとかな。これはもしな、詐欺師やった場合、早めに我々で止めてあげないと。ただね、これ怖いのがね、送ってくれたのがエイプリルの24なんで、4月24日なんですよね。もう3ヶ月経ってる。もう騙され終わってる可能性もあるんだよな。大丈夫かな。はい。もしもし。はい。マミムメモさんですか？はい。あ、かまいたちのヘイテレフォンです。あ、はい。何回か出ました。何回か出ました。全然驚いてます。すみません、よろしくお願いします。すみません、ちょっと移動します。あ、あ、大丈夫？大丈夫ですか？あ、大丈夫、仕事中でした。大丈夫、いや、だから大丈夫、それを大丈夫ですかって言ってるんですけど。大丈夫です。ちょっと待ってください。はいはい。はい、大丈夫です。全然ご無理なさらず。はい。はい。何の仕事ですか？大丈夫、言える範囲で。あの、テレビの仕事をしてます。ええ、かまいたちさんとも何度かお仕事は。誰や。あ、そうなん。なるほど。それよりちょっとちゃんとしないと。はい。メール送ってもらった約7年ぶりに恋愛しようと最近会った人が詐欺師かもしれない話、ちょっとお願いします。あの、私、本当にずっと彼氏がいなくて。うん。で、今年に入ってから職場が変わったっていうのもあって、うんうん、なんか仕事がちょっと落ち着いたので、はいはいはい、まあなんかそろそろ恋愛してみようかなと思って、うんうん、マッチングアプリをもともと入ってたんですけど、うんうんうん、全然会ったりしてなかったんで会ってみようと思って、うん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 、で、連絡を取ってた人がいて、うん、住んでるところが近いねっていうので、うん、とりあえずご飯しませんかっていうので、うん、なるほどなるほど、はい、で彼の最寄り駅でご飯をしましょうっていうことになったんですよ、うん、で会って普通にいい人で、うんうん、話も楽しいし盛り上がるし、はいはい、ご飯して話して、うん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 、でそろそろお店出ましょうかってなったんですよ、うん、はいはいはい、そしたら、まあ、この後どうするってなって、うんうん、まあまあもう一軒行くか、もう一軒行くか、みたいな、うん。ってなったら、まあ、彼の最寄り駅だったんで、うん、うち来るって言われたんですよ。ああ、うんうん、ちょっと怖いね。あ、まあまあまあ、そういうパターンかと思って。うん、まあ、でも本当に私、本当に10年弱ぐらい何にもなかったんですよ。うん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 、遊んでもなかったんで、はい、まあ、なんかこの、流れに身を任せてみるのもありか。ほうほうほう、すごい決断ね。はい。じゃあ、ついてってみたんですよ。はい。ほう。で、まあ、お家で普通に喋ったりとかして、うん、まあ、そういう感じにもなり、うん、なんですけど、うん、衝撃的だったのが、うん、まず、もう久々すぎて、うん、入んなかったんですよ。いやすごいな、角度角度角度、詐欺師かもしれない話やんな、うん、はい、まず入んなくて、うんうん、でも彼もなんかすぐやめてくれて、うんうん、で そんな痛いならやめようってなって、うんうんうん、でそこでもまたいい人だなと思って、うんうんうん、
いい人でお前いきなりそうしてきてんのもだやねんやけどな。そうなんですけど、まあ、無理やりではないから、うん、そうですそうです、うん、で、まあ、その日は終わって、うん、そこからまた何回かあったんですよ、うん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 、2回目3回目もあったんですけど、うん、で毎回そうなるんですけど、うんうん、やっぱりダメで、うんうんうん、それでなんかなんですけど、うん、やっぱりまた会いましょうとはなるんですよ、うんうん、でなんか友達に相談もしたんですけど、うんうん、なんかできないのに会ってくれるってことは気があるんじゃないかとか、うんうん、なんか悪い人じゃなさそうだからもうちょっとその人のことをまず知れるようにしてみたら、はい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 、まあ確かにそうだなと思って、うんうん、まあそういうのなしに普通にお話ししましょうっていうので、うんうん、彼の家で普通におしゃべりだけその日はしてて、うん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 、でその日も泊まったんですけど別に何もなくって、うん、でなんか先に仕事に行くから、うん、合鍵をポストに入れておいてくれたらいいから、はい、ゆっくりしてていいよって言ってくれて、なるほど、であとクレの、うん、なんか薬をなんかいつも飲んでる、うん、多分なんとなくさっきから声の反響の変わり具合見ると、うん、人のいないとこを歩いて移動しながら喋ってる。めっちゃ人がいて。まあまあ、まあ、はい。で、で、薬を飲んでる。はい。で、その薬の袋を見て、うん、フルネームを知ったんですよ。うんうん、ああ、なるほど。で、まあ一回試しにネットで検索してみようと思って。うん、でも普通一般の方って。まあ出てこないわな。出てこないじゃないですか。出てこない。怖っ。でなんか、うん、お仕事もなんかベンチャーの IT 系みたいな、はいはいはい、でなんか人を騙してお金もらってますみたいなことは確かに言ってたんですけど言ってた冗談っぽく言ってたってこと？あ、冗談っぽく言ってて、はいはいはい、よくわかんない仕事だなと思ってて、うんうん、でその名前で検索したら、うん、詐欺サイトが出てきたんですよ。ほう、このサイトは、うん、なんか悪徳詐欺だみたいな、うん、その人の名前入れたら、はい、うん、なんかまとめサイトみたいなのができてて、うんうん、名前入れるだけで、はい、それが一番最初に出てきて、うん、で明らかにホームページも詐欺っぽいサイトで、うん、その人の会社のホームページが、はい、うん、それの責任者が彼の名前で、うん、所在地も彼の家だったんです。おお、なるほど。はい、まさにその調べてる今の場所やった。そうなんですよ、うん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 、はい、でちょっと怖くなって連絡取るのをやめちゃったっていう。うん、はあ、うん、で家ははいめっちゃでかかったの？いや全然ユニットバスの 1K みたいな。ユニットバスの 1K? 詐欺師が、はい、詐欺師としてもあんまりうまく儲かってないいやなのかそういう用の家なのか。ああ、そういうことなんですか。確かに物もあんまりなくて。所在地だけさ、うん、そこに置いとくみたいな、あれは詐欺師って。はい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 。ああ。え、でも、やめたわけね、連絡取るのは。そうなんです。やめたんですけど、うん、久々にこの間アプリ見たら、ブロックされてて。うん、ブロックされてた？はい。で、名前を変えて、まだやってるみたいで。他の名前でその人がまた、マッチングアプリはしてると。はい。はい、詐欺師です。やっぱ詐欺師でしたからね、うん、ただの詐欺師ですやっぱそうですよね。極限の状態の瞬間の性欲を抑えれる詐欺師です、うん、やめたりとか、うん、そういう確かに詐欺性欲弱めの詐欺師ですそれはなんかお金の話されたりとかはなかったの？なかったんですよね。そのなんかブロックされたっていうのは連絡を無視したからとかってこと？そうなんですかね。無視はしてたの連絡は？はい。ああ、まあまあね。すいません、全然面白く喋れなかったです。いやいや大丈夫です。パッとした印象はその、うん、ほんまその日にやった人の家とか行かんほうがええでそうですね、そこだけかな。で気になってるのは君は誰やいやまあ聞かんほうがいいかも次会ってあの子かって何でも言えんし、うん、そうですね、うん、気になるわ。
もう本当にいい人を見つけてください。気ぃつけよ、ほんま。はい、頑張ります。仕事を抑えてなんとか見つけてください、うん、ありがとうございます。はい、まあでも騙されなくてよかったです。本当ね。そうですね、気をつけます。それぐらいこんなこともあったなっていうのを、うん、次回に生かすように。そうそう、変なやつもいっぱいおんねんなという意識を持ちながら、はい、そういうマッチングアプリを使ってください。はい、はい、ありがとうございます、はい。マッチングアプリもええねんで、全然ええねんで、マッチングアプリガチ勢が怒ってきたりせえへんから大丈夫。素敵なアプリやから、そんなフォローせんで、うん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。かまたくテレホンカード送ってきますので、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、詐欺師や、詐欺師や、完全なる。ほんで家もダミーの可能性高いね。それはどうやら普段住んでないけど会社の住所を言う用のとこを借りてるみたいな、うんうんうん、よう見るやん、テレビとかで。もぬけの殻になるやつね。そう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 。登記上やってるやつね、うん。まあまあ、でも結果お金をね、取られる前でよかったですよ。うん。うん、危ない。危なかった。ほんで誰や誰や言ったことあります。気つけよ。ほんまに。聞いちゃうとな。うん。君かってなんの嫌やから、やっぱり、うん、気になりました。はい、じゃあ続いては、うん、ラジオネーム千葉県のお猿のジョースさん、うん、10年ほど前の出来事です。うん、麻布十番の駅のエスカレーターの上からシャンソン歌手が落ちてきた話を聞いてください。出るかな。なんでシャンソンって分かった。はい、お猿のジョーさんでしょうか。はい、どうも、かまいたちです。本当ですか。はい、ヘイテレフォンのコーナーです。今大丈夫、時間は。はい、大丈夫です。何されてる方ですか。お休みですか。お休み。じゃあちょっとこの10年ほど前の出来事。10年前とか、まあ、15年近く前なんですけど、はい、麻布十番の大江戸線のエスカレーターに乗ってたんですね。下ってたんですね、うん、深いとこっすよね。そうなんです、すごい深くて、うん、私が一番下に着く頃に、うん、なんか上からすごい音がして、ふ、うん、って振り返ったら女性がゴロンゴロンゴロンって怒ってて、おーおーおー、危ない、えっと思って、大丈夫と思って、で結局上の方から私がいる一番下の方まで転がり落ちてきちゃって一番下まで結構な距離ありますよね。で大丈夫と思って、なんか、まあ、年近くなったら50歳か60歳ぐらいの女性と分かって、うん、で人に、周りに人が私しかいなくて、おうおう、大丈夫ですかって書き寄ったら、うん、まあ、なんか意識はあったし、うん、なんかすいませんみたいな感じで、うんうん、ちょっと血が出てて、うん、すり傷みたいな感じの。そうです。で大丈夫ですかって言って、で周りに人がいなすぎて、なんか私もどうしていいか分かんなくて、駅員さん呼びに行くにも、うん、なんか人いないし、なんか一人で置いとくのもあれだなと思って、うんうんうん、なんかティッシュとかあげたりとかして、うん、そしたらなんか一人男性が駆け寄ってきてくれて、うんうんうん、で僕駅員さん呼んできますとかって言ってくれて、うんうんうん、でその間に会話もできたし、はい、そしたら駅員さんが来てくださって、はい、私とそのもう一人の男性に、あ、もう大丈夫なんでみたいな感じで、うんうん、よかったよかった、とりあえずはよかったと思って、うん、でホームで電車待ってたんですけど、はい、そしたらその女性がおそらく復活して、うん、で私のことを見つけてくれて、うん、でなんかさっきありがとうございましたみたいな、はいはいはい、でなんか名刺を出してきて、はい、私シャンソン歌手なんですって、うん、って言うんですね。シャンソン歌手なんですね。で、そうなんですねって言って、で私もまだちょっと若かったし、うん、まあ、シャンソンとかちょっと触れたことないし、うん、あんまりね、興味もなくて、うんうんうん、でもなんかその方はなんかお礼にご招待、ライブシャンソンご招待したいから、そうそういらしてくださいって言って名刺くださって、へ、で、まあ、さっきも言ったようにそんな興味なかったんですけど、うん、まあ、なんかせっかくのご縁だし、はい、いいですね、なんかちょっと連絡してみようかなと思って、うんうんうん、帰ってからメールして、うん、お加減大丈夫ですかみたいな感じで、うん、優しいな、うん、せっかくいただいたので、うん、よかったらなんか見に行けたらと思うんですけど、うん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 、みたいなメールを打ったんですけど、いま、うん、だに返事が来ないです。嘘でしょ。嘘でしょ。15年待ってるんですよ。ちょっと待ってよ。いやもう待ってるっていうか、それはもう来ないよ、15年も。
そこまでしてあげて向こうから言ってきて言ってきて、そうなんです。字がない。せっかくシャンソンというものに触れてみるきっかけになるなってちょっと思い越し上げたのに、うん、はい、これはまだじゃあシャンソンには触れてない。触れなかったですね。後にも先にも。もう触れないやろうな。いやーおもろいな。全然想像してたオチと違うかった。違うかったな。返事ない。すいません、ちょっと短くて。めちゃくちゃおもろいっすね。ここで無視されてる。あと俺単純にはその落ちてきた理由ってその時なんかちょっとフラフラしちゃってって言ってました。あ、フラフラして足元がフラついて寝ちゃったんかな、はい、昼間だったんで、うん、あの酔っ払ってとか全然なくて、うん、あ、本当に事故的に転んじゃったんでしょうね、はい、うん、なんかちなみにこの話あの先週の3連休に、はい、あの上野駅で飲んでて、うん、昼間からでなんかあの某テレビ番組の取材みたいなのがあって、うんうん、はい、ちょっと酔っ払ってたんでテーマとか忘れちゃったんですけど、うん、多分同じ話をしたんですね。おおすごいね。でだけどなんか酔っ払いすぎて、うん、あのシャンソンってずっと言えなくて、うんうん、一応喋り終わったんですけど、うん、なんか次の日すごい恥ずかしくなっちゃって、うん、なんか結婚もしてるし仕事もしてるし、うん、なんかテレビだし、うん、本当に放映されたらどうしようってなって、うん、メールに連絡して、うん、すいませんちょっとあの本当に素人が調子に乗って申し訳ありませんみたいな感じでちょっと放送しないでほしいって連絡したらご丁寧に折り返しが来て、うん、あの放送しないので安心してくださいって言われて、うん、そうそうか。そのメールは返信来てよかったね。それも無視されたらね、うん、もうメールを無視される人なんだ、ね、ことになるから。うん、面白いな。面白かった。ありがとうございます。ちなみに何の番組やったんですか。あの月曜から夜更かし。月曜から夜更かしやと思ったわ今。面白い話。ね、面白い。なんか理路整然とエピソードトークうまいっすね。すごいわ。しっかり喋りたい。ありがとうございます。面白い。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いやーお猿のジョーさん。はい。ね。はい。はい。お昼から飲むのはなかなか気をつけてください。はい、気をつけます。気をつけてね、お互いに。はい、テレホンカードヘイテレホンのテレホンカードプレゼントしますので、はい、楽しみに待っててください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、応援してます。失礼します。はい、はい、いい話やね。いや全くの急角度だったの。うん、いいですね。うまい、うまい、うまいって言ったらあれだけど、面白かったですね。なんか、ほんまにその、ホームで見かけて、うん、わざわざ来て名刺渡してきてるのになんでなんやろっていう。うん、その時、高ぶったのかな、なんか。感謝の気持ちあったけど、思った以上にチケットが売れたから。席なくなって。席なくなって。めんどくさくて。いや、それは用意してよ。どうにか。どうにかはなるでしょ。でも今、その、夜更かしで、インタビュー受けたみたいなの言ってたやんか。うん、俺のあの、友達の、あの、友達家族の旦那さんが、うん、はい、俺がよく旅行とか一緒に行く友達家族の旦那さんが、飲んでたら、新橋で。うん。シドカマのインタビュー受けたっつって。へぇ、で、おそらく、この時だろうなっていう回があったのよ。ほう。先輩と後輩がどうのこうのみたいな、先輩と後輩の飲みニケーションみたいな回あってんけど、うん、取材されてなんかもうテンション上がって、僕あのかまいたちの山内さんとあの仲良くさせてもらっててみたいなめっちゃ言っちゃって、もうすっごいはしゃいで言うてもうたんで、変な感じスタジオになったらごめんなさいって言ってはったんですけど、もう全部カットされた。どんだけはしゃいなんや。普通乗るでそれ。そんな全部カットされたし、スタッフの人もこんなんがありましたとかもなかった。よっぽどやでそれ。よっぽどやったよ、うん、面白かったな。うん、はい、いや、いいエピソードでございました。さあということで、今回も面白い、はい、ご相談ありましたけど、うん、ここでお知らせでございます。ジメジメした梅雨が終わり、いよいよ灼熱の夏が到来いたしました、うん、ということでこの度ヘイテレフォン夏の特別編、はい、本当にあった人にまつわる怖い話を開催することになりました、はい、幽霊の話ではなく皆さんの身の回りに起こった人の怖い話、はい、いわゆる人怖という話を募集します、うん、例えば
きっぱり別れたはずの彼氏から次の日おはようと LINE が来たとかね。これ許してあげてよ。うん、これぐらいは、うん。もしかしていけるかもと思って。思ってんねん。理由わかるもんな、この LINE のな。やっちゃうな。まあまあいろんな一コアの話募集しております。うん、電話番号と年齢を明記の上、かまたくメールに送ってください。かまいたちの、かまいたちの、かまいたちの、ヘイタクシー。かまいたちの、かまいたちの、かまいたちの、ヘイタクシー。かまいたちの、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 ヘイタクシー。レッツゴー。冗談や、冗談や、冗談や。エンディングでございます。はい。この番組では皆様からメールを募集しております。現在募集しているのは、今回のみ、うん、一コアにまつわるヘイテレフォンを募集します。はい。募集期間はこの放送終了後から8月3日までとなります。うん。そしてバックアタック中川一のコーナーですね。はい。いや、バックアタック中川一みたいに言うなみたいな、うん、ニュアンスの似ている言葉のエピソードを募集しております。はい。メールアドレスは kamataku@tbs.co.jp、 かまたく @tbs.co.jp です。はい。ツイッターはハッシュタグかまたくひらがなで、かまカタカナでタクでつぶやいてください。はい。さあ、というわけで一コアの話も楽しそうですね。ね、いろいろありそう。うん、お金系のもね、ありそうです。はいはいはい。100万ぐらい借りといて、あ、何がみたいな言い出すやつとかね。うん、そんなもいるでしょうし、追加で金借りるときほど平気な顔してくるやつもいるでしょうし、ね。ハリス決まってるやん。いろいろ送ってください。はい。ということで、お相手はかまいたちの濱家と山内でした。まいてご乗車ありがとうございました。Do wanna hate on us? Do need a ease on us?